どうもです、つくもやよ。12月10日、今日は一粒万倍日ついとるな。一粒の種が餃子に増える。えもんばっかり増えとるけど、我も増える可能性あるさかい気ぃつけて。六夜は大安、大いに安し、万事安らかにことが運ぶ。時間は日の音、ともし火を示す加減の日、成長が旺盛な時期を迎えた状態を示してる。十二支はい、イノシシやね、影の水、木は枝だけとなり草は枯れる状態を示してる。ほんでこの時間と十二支からを横行を読むと、水国か、水は火を消し止めるいうことで総国、物事が順調にいかへんゆけよ。一粒万倍日と大安だけ見たら良さそうやけど、総国やでな。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると、えひんなると、ええね。ほな、またね。